令和1年これかこれれかですねよいしょえとじゃあやっていきましょうかね、今日は何回目になるのかな、ちょっと忘れましたけど、8回目か9回目に多分なるんだと思いますね、やっていこうかなと思うんですけど、最後にこれやりましょうかね、国際特許出願のまとめみたいになってるんで、これって、あと補正のまとめですかね、見ると、そんなにこれ、難しくないよね、見るとね、補正と分割と、また国際特許出願の自己指定とか、そんな問題ばっかしね。 だから慣れちゃうと簡単ですね。そこはね。であとは問題を早く見つけることができるかっていうだけですよ。これね。で、これあたりやりましょう。で、まずその前に、弥生関係の方の40問ぐらいあったよね。少しやっていこうかなと思うんですけど、だから私ずっと喋っても今日はいいですよ。どうだこうだっていうところでね。喋ってもいいんですけど、まずは、うんと、これ、じゃあ見てください。184条とか184条の3シリーズってやつね。で、全部で今日は40問までって言ったんだけど、あっ 後ろについちゃってるよね。だこれ後ろのやつはだめね。40も丸です。<laughs> で、直していないので、全然。そこまでは多分、線が引いてあってってなってるんで、これ40、あそう、30もまでかなえー、っと、あるでしょ。20あって、30あって、後ろは、つけないでねと言ったんですよ。だから、まだ直ってないんですよ、全然、そこのところって。直ってないでしょ、238ページから。直ってないですよね。で、そこまでしか、多分、できないと思ってるんで、そこまでですね、まずは。 238ページ以降は次回少し直してまた上げてこうか書こうかなと思ってるんですそこ、ね、じゃあ少し見ていきましょうか国際特許出願ってことになるんだけどまず、あ、ちょっと流れからあの皆さん覚えてますかね国際特許出願どうなってどうやって入ってきたかっていうところがポイントになりますよね,そこねでまず、えー、と国際特許出願なんで外来でしょ入ってきましたってことになってるね内外であるならば国際出願法って話になるんで違いますよねそこね でも聞いてきたりするから国際世画法も、えー、とあるいは条約関係についても今あの、ね、どこに根拠あるんですかって聞いたことがあるんだけどベリ賞13条でありますと試験の要項については経済産業処理で決めるってことになっていてどこれをよく見るならばあの特許実用試案等であと遺書か商標において条約関係を問うてもいいってことになってるんでもうなもう何でしろ抽象的になっちゃってねもう聞いてるわけですねで昔は出しませんと言っていたんだけど根拠は絶対あるんですでそこで出してるんだけどねどこね、うんまあそれいいとして。 じゃあ国際特許出願ってどういう形で我が国に入ってくるんでしょうね大体大体これ分かりますどう入ってくるかまず流れから外内で内外,内外ではないよ外内でしょ受理官庁はどこになるんだっけまず受理官庁に対して出願人が出願するんだよね受理官庁はどこになるんだっけ ?3 つあったねうん契約国っていうかもうちょっと具体的だよね 決まってるよね、受理官長とは、ここ出したって3つあって、8年改正1個入って3つになったのね。うん、契約国、国籍国の特許庁か、住所国の特許庁か、あるいは事務局ってことになってるね、そこに出せばいいんでしょ、ね、出すんだったらなってるで。ちなみにさ、あのー、これ話にちょっと変わるんですけど、えっと、商標はどこに出すんだっけ 基礎質基礎登録ある国を本国館長として出すんだよね。事務局に出してはいけないんだよね。で、これに対して、一生のジュネーブってどうでしたっけ、ジュネーブ。うん、うん、2つ選べるんだよね、直接の質感と間接質感を出せるんだってことになっていましたね、そこはね。で、基礎質感通って概念がないから、一生はね、そこはね。まあ、それでいいんですけど、まあ、いいや。で、それで、えー、と国際質感をやるんでしょ。で、国際質感って、何主義でしたっけ、今日四4月一品に出していたんですよ。 で、今日国際セガミとなるんでしたっけ。到達主義だよね。到達した日をもって、国際セガミってことになるんでしょう。国際セガミが各国セガミってことになりますよね。まずね、なるとなっております。そして、国際セガミは認定されないなくたって。国際セガミの要件で十四に書いてあって、満たせば、なんか接するんですよね。これ知ってます。 1から4までに変える要件を満条す括弧質だよね1から4までに変わる要件を満たす国産質がはからまでに 工業所有権の保護に関するパリ条約にう正規の国内出願とするって書いてあるんでこれによって優先権って発生するんでしょ国際出願の認定にかかわらず発生するんだぞって一応なってますけどねとこはねでまあねそうなっていてということだよねまこれはいいんだけどじゃあ受理した日をもって国際出願日となって各国出願日ってことになるんでしょでその後ってどうなるんだっけ中身をその後言っていただけます 指局に対してまずを出しましたその後の流れですよねどうなるこうなるってあるでしょ、うん、あ、つまり受理官庁でまずの点検と処理をするんだよね点検処理について書いてあるのがどこかというと第10条だよね国際資格は所定の受理官庁にするものとし 所定のの受理官庁とと言言っっってんのはさっき言ったところになりますよねこれできればねあの4法対象みたいなやつで規則マターとこれが一緒になってるやつを見た方が早いね下に書いてあると思うんであれ見ちゃった方が早いですよどうなってるかっていうとこね受理官庁にするものとし受理官庁はこの条約及び規則の裁ころによって国際性府の点検しおよび処理をするって書いてあります。 点検処理と書いててあっ一つ目が何かというとこれっていうのがまず必要な手のチェックだよね11条たらしになっていて全部でこれ7つかなチェックをするんだよねチェックをして問題やったら補充命令ってことになるんでしょ補充ねで補充したって用を持って手紙見て認定されてくるんだってことになるよねでそうじゃなかったら国際手紙そのまま持って国際手紙ってことになるんでしょまあこれいいんだよねでそれはいいとしてというところでありましてそして12条で送るんだったよね どこに対していつまで送るんでしたっけこれ12条だよね。で送ってさらに何かをやってそしてその後に何かやって移行するんだといって日本に入ってくるんでしょう。だよね。まず送るんだよね第12条でおおこれ論文やばいっすよこれ分かっていないと当然。 受理官庁から国際事務局に送るんだよね。で、これ何んていう書面なの記録原本だよね。で、記録原本,原本が正本なんでしょ。他、あと二つあったよね。何でしたっけ。調整写しと、あとは。押さえておくね。受理官庁写しってあるのね。で、まずじゃあ、そうなると、記録原本っていつまでに送るんだっけ。いつまで。 いでで131417ってなかったっけ ?131417 だよね。まず13月に送らないと注意喚起で来るんでしょ注意喚起でそこから1月経っても送ってこないと通知が来るんだよねそこから3月経っても送れなかった場合については国際公開できないから取り下げるんだってことになってるんでしょ取り下げとなってましたねそこねでまず送るんだよね送るで送ったあとに国際事務局はそれに従って国際公開ってするんでしょ 17月なんで、その17月だから1年5月だよね。あと1月で国際公開ってことになるじゃないですか。で、さらに次だよね。あとは国際調査機関において書面ってくるんでしょ。で、国際調査機関において、何かするんだよね。なんでしたっけ国際調査っていうのと、あとはもう1個だよね。今、規則またに書いてあるよね。国際調査見解書だよね。うん、2つだよね。 国際調査機関において国際調査を行って国際調,査際調査報告を作成して同時続けで国際調査見解ちょっと送ってくるんですよねまずでこれはいつまでにこれ作成し送ることになってるんでしたっけ ?3 月9月ねで3月って一体何でしたっけいつから3月でしたっけ 調整移しから3月、優先日から9月のうち遅い方ですよね。で作成しなきゃいけなくて、それを作成してもらって送ってきて、どこに送るんでしたっけ出願人と国際事務局ねで。出願人はそれを見て判断するんだよね。国際事務局はそれに従って国際公開ってことになるんだけど、国際調査見解しとって国際公開されるんでしたっけされない。されないね 国際公開されないだけど何かされるんだよね何でしたっけ公表だよねは、まあ、されるでも国際公開に対象になっていないもともとは予備審査報告書と同じってことになってるんでされないって話になってるよねでも公表はされるんですよただ国際公開とは言わないって言ってるだけだよねって送るわけですよで質がそれを見て判断するんでしょう判断していけるんだったらどうするんだっけ移行するんだよねいつまで何をどうして移行するんでしたっけ それをかけて問題確か去年出たよねなんかね、うん、優先日から30か月までだねないしは特例期間があればそのあとだねそれ期間中に送るんでしょう料金と約分だよね送るって話になってるよねでそれによって移行するんだってことになるよね問題がなかったらねじゃあ問題があるっていう場合ね ないしは問題がないと思ってるんだけどあの国際調査見解書等が否定的っていう場合はどうするんでしょうね、うん、否定的の場合は19情勢もそうだねやってもよいしあるいはこれをやらなくてもやるってことはあるんでしょなんか予備審査請求ってするんだよね。19情勢をしなくっても予備審査報告するって意味はどこにあるのかなちなみに。あるんでしょ 国際調査機関においては、これこれこれができませんでしょ。なんでしたっけ。まあそれじゅう住居条件はね。まあそれもそうだし、他何かありましたっけ。自分の意見って十分に開示できないんですよね。意見って言えないんですよ。でもあのだからクローム、ダージェイのままでやったらとしたら、で補正しなくったっていやこれまずいなと言ったら、予備審査制御を行って自分の意見開示すればいいんだね。 そういったことによって A のままでもしかしたら肯定的な評価じゃないけどもらうことも可能なんでしょうやっちゃうってこともあるねそこねやってしまうこともあるってことになるよねであとは補正することもあるんでしょ補正銃器条制だよねこれはどこに対していつまでやるんでしたっけ国際事務局に対してと国際事務局に対してなんだけどなぜ国際事務局なんでしたっけ 国際にに対象になるからだだってことだよね。あと19条の書面は20条到達の対象になってるからね20条到達って国際事務局が指定官庁の請求を条件として送ってくるのでだったら事務局に対してやるんでしょおせって送ることになってるよね20条をいくつかに書いてあるよね20条のえっとどっかにあるよね20条の えっとですね、20条の今のところはというと20条の括弧にですねこれくるって話になってるんで規制官庁の請求条件として送っていくんですよね,ここね送っていくんだとなるからねだから事務,局に事務局に対して自由行政をやるんでしょそうなるとラージ g e a かスモール l a になったりとかするんでしょ、うん、でこれいつまでやれるんでしたっけ ?2 月16月だよね2月ってなんだっけ 国際調査方向を受領してから2月または優先日から16月のうち遅い方ですねにやると16月のって言ってるのは国際公開に間に合わせるためってことなので16月ってことになってるねとこねうんで変わったってことになるね A から B に変わった A からスモレーに変わったっていうんであるならば当然これ請求条件として予備審査ってやるんでしょでいつまで請求できるんでしたっけ もらってから3月、優先日から22月の遅い方だよね。だから請求できるんだと。で、審理をするんだよね。で、スモーレーになってしまった対象について、審理を行って、そう知ってだよね。いつまでにこの報告書って作成するんだっけ ?28 月の丸だね。で、作成して送っていくって話になるんで、ちょうど特例期間にうまくかかるようになってるんだよね、そこって。 だからそれ以降に送ってくることも結構あってだから特例機関って必要となってくるんだって理解して覚えるのねで間違えたじゃないともね多分ね分かんないけどで覚えるしかないんですよそこはねでもらうわけですよだから一番最初多分国際調査見解書とかもらった後に移行しようかなが一般的なんでしょうでその後は多分なんだろうなあの予備審査請求を行って最初の最後の報告書をもらった段階でいけると言ったら移行しようかなって話になるんで 28月以降になるかもしれないんだね。まあ、この場合、特例んたらしになりますからね。で、入ってくるわけですよで。入ってきましたと。で、日本に入ってくるんだね。約分と、あとは料金納付を条件として入ってくるんでしょ。入ってきましたと。で、入ってきたらしになると、これ国際特許出願っていうんだよね。実用試案だって選べば国際実案になるけど、そうじゃない場合については国際特許出願として入ってくるんだぞってことになってるんでしょ。まずね。まあ、そうなってる。であとは えと国際図ン日を持って図鑑日ったらしいになるんでそこから何でもできるんでしょうかというとそうではないってことになるね移行完了していないので一定時期は待ってるってことになってるのがこの単元の勉強の仕方になるんでしょうそうだったよねまずねうんってなってましてでこれと違うのが何かというとみなし国際図鑑ってあったよね僕これこの前説明したと思うんですよみなし国際図鑑って何でしたっけ国際特許図鑑ではないですよみなし特許図鑑って、まあ、今日ね質問もらって たんですようその方にう答えちゃったもいいんだけどこれ同じことを多分答えると思うんですけどあのいわゆるどういうのがみなし特許出願ってことみなし国際出願となるんでしたっけみなし国際出願いわの20実際の48条の16という条文何でしたっけ国際出願がは認定されませんでしたとか,たとかあるいは認めたんだけどこうなってしまった取り下げだよね あの14条4とか14条の要件を満たさないで取り下げになってしまったっていう場合があるんでしょこの場合について国際段階の判断が過失があったんだっつって争うんだよね国内官庁ですよ指定官庁ですよ国際段階では争いませんから争いなのでね指定官庁に対して求めるんだよねで本当に過失が妥当だと過失があったんだっていうんであるならば日本の政権として復活をするんでしょ でしたがって、世間公開ってされるんだってことになっていて、国際公開されませんって話になってるわけね、そこはね。そのな中でやったらね、国際独協世間は世間公開されないからね、でこれに対して、あの国際地世間とみなされた世間、えー、については、どうですかというと、世間公開されますって話になるからね、日本の世間だからね、それはね。まあそうなってる、まずね。 でまあ、メインは国際特許出願になるのでこれ見ていこうかなと思うんですよ。でまず1番なんだけど国際特許出願に出願後悔されませんその通りねこれ第1話といったら国際特許出願とみなし出願って違うが分かってるかって聞いてるんですよ。これれかりまますよねされませんと、ね、で次特許出願とみなされたみなされたえこれか特許出願とみなされんちょっと特許出願とみなされたみなされた みな,なされた特許協力条約の規定に基づく国際質眼備が認められた国際質眼であって、指定国に日本国を含むもの含むもの質眼備は、その国際質眼備である、この通りなんだけど、あの指定国に日本を含まないってことはあるのかな前回言ったよね。どんな場合、これ取り下げてもいいんだっけ可能だよね。指定の取り下げって概念なあるんだよね。指定の取り下げと。 いうのがあってどんな場合だったら死ぬの取り下げってこれやるんだっけですねで日本を取り下げないとこれまずいっていう場合ではね日本の国内世間があって国際世間があって対日本が入ってるならば国内世間って国内選挙の適用の対象になっちゃうんで日本の世間って1年4月等で取り下げってなるのでこれ取り下げとかないとまずいのね。 生かしたいんであればこの場合についてはやってもいいぞって話になっていて4つぐらいの国ってそれができたよね韓国とか日本とかあとはドイツだっけか4つぐらいあるよね国内優先権があって日本のように先の人が取り下げとな,なってしまうってう制度を持ってる国は否定取り下げてできるんですよね確かね4つぐらいあったと思うんですよ確かねで、まあ、そういうふうになっていなかったらこれ日本って絶対入ってるんでしょ入ってる。 でなぜこれ日本って,あ日本ってことでまず全指定って話になったのかなこれ言えます昔は指定してたよね一つ一つね今全指定になっちゃったんだけどなぜ PCT は全指定になっちゃったのかなそもそもで他のマドプロとかジュネーブの場合は指定国制度を取ってるよね指定してってことになってるけどこっちはそうではなくてあの一応全指定になってるね予備審査も全指定でしょ今、ねまあ、そうなってるんだけどなぜ国際世間って全指定になっちゃったのかな うん、指定手数料ね指定手数料っていうのがあって国がこう膨れると加算するんですよで一定の国って超えちゃうともう加算されないのねでそして全うそしたら全資で進むんですよ全市でやった後に優先日から16ヶ月かな当時確認っていうのをやったのね確認やってこのとこの国について欲しいってことをやるんですよでもそれによって抑止がほとんどなかったんでほぼ全市でなっていたんでしょそれがまず一つだよね一つあと何だっけなんか間違えるばっかりがいるって言うんでしょ オーストリアは間違えるやつがいると。だから全世になってもいいってことになってしまって全世になったんだよね。そこね。そんなことになってる。はずね。はい、で次だよね。うんと。じゃあ3番なんだけど。訳文出すわけですよ。訳文出すってことは、まあ、PCT は22条に書いてあるし訳文出さないと日本の法制って審査できないもんね。訳文によって権利を与えるんでしょ。だから経済広報って日本語でってことになってるもんね。 してるわけですよ審査対策もだから日本を出さないと審査できないんだよね県に当たるかどうかって判断してるわけだから出さないとこれダメってことになるんでしょまずでこの訳文なんだけどまず原則国内書面提出機関内に国際手紙における国際手紙の明細書政権内等を出すってことになってるんだけど例外ってあるんだよね例外国内書面提出機関以内にあとは国際手紙における 明細書請求の範囲を出すんだって書いてあるんだけど例外っていくつかありそうだよねここね例外っていくつありますまず例外ってえっ例外あるでしょこれこれだもんね「国内書面提出期間内に国際疾患による国際疾患の明細書請求の範囲を」と言ってるんだよね例外ってあるでしょ まず請求の範囲って国際世界日の請求の範囲じゃなくてもいいって場合があるんでしょ ?19 条制をやってしまったってことならば184条の4の第2項で補正後の役分で出してもいいんでしょ全然。だよね。わざわざまた1回出してってやついないもんね。やってしまった以上ね。だって移行するよりも前に補正って普通やってるんじゃないの移行は30月だよ。でも19条制ってさっき言ったように、えー、と2月16月になるので16ヶ月でやってしまってるってことあるんでしょ であれば変わってしまってるんだねクレームってだったらいちいちまず出すことはないわねそうなると思うでこれでもいいしあるいはここ国内斜面帝突期間内にっていうところね特例館とかありますからこれも例外ですよね出してもよいってことになっているここねでじゃあ国内斜面帝突期間とは何でしょうかというと入選日から2年貢きってことになるよね入選日から2年無き30ヶ月ってことになっている、うん、ここね30ヶ月ってことになっているうんで ちょっとこれ難しいんだけど昔の移行期間ってどうなったか知ってます今とは違うんですよ多分青布の塗ってる今一律30か月でしょ昔は長じゃなかったんだね原則は何月か知ってます試験出てこないけど20か月なのねだけど日本国を選択国として予備審査を請求しったらしいになると10か月伸びたんですよ10ヶ月。 ただそうなるとどういう問題が起きるんでしたっけで論文書かないから、まあ、いいけどね、今ね。昔は書くわけですよ。でそうなるとどういう問題が起きたんでしたっけ、うん、よあのよ予備審査報告書をもらいたくないんだけど、わざわざ10ヶ月の期間を買うために予備審査請求するやつがいるんですね。よくなかったわけですよ、それって。じゃあ、1日30ヶ月ったらしになるならばどうなるかというと、欲しい人しかやらなくなるんでしょ。でこれによって予備審査期間の 負担軽減って一目測れたんだよね2つ目って何だっけこれは1個目2つ目今最近しなくなったんだねそういうことによってね何だっけそれは国際調査見解書だね同じようなことを判断するんでしょ国際調査見解書の制度を導入しましたこれによってエ v 審査機関って2段階目のこれ負担軽減になりますってことになってるんですよそこは論文書くならねまあいいけどさそこはねまあそれがあるということですよね そしてじゃあこの2年無月の期間内に基本的に出さないって話になると一旦取り下げになるんでしょう取り下げこれ通知来るっけ外資は通知来るよね通知来るけどこの場合は通知は来ないね通知は来ないでどうやってこれを覚えたらいいのかな外資は通知が来るじゃないでもこっちは通知来ないじゃない うん、そう言ってもいいし他なんかあるかなだって外書って特許しかないのよでもさ国際特許手段って実用視野もあってそっち選んじゃうならばこれもしだよ通知来るって話になればなかなか登録にならないですよなかなか可及的に早く処理したいんじゃないの国際実案ってだから絶対やるのは国内処理の処理の請求で絶対いると思うんですね普通はてないと30か月登録になりませんっていう事態が将来しちゃうからね はね、まあそれいいんですけどで,で通知は来ないんだよね来なくて落とすってことになるんでしょしかし正当流があるならば回復ってするんだよねで正当流って期間何月でしたっけ問題解消から2月財内財外ってことは分けていましたっけ分けていないねで正当じゃなくて不石流の場合は分けていたよね国内事情だからねこっち条約なんで財内も財も多分関係ないんだろうねおそらく。 在在内罪外といいったら関係ななんだろうなそこは問題解釈来月マックスはどうでしたっけ期間計画後1年間だよね。であればこれ出せるってことになっていましたよね。まあそれ聞いていたりするけどね書いてある内容あとはこれうんとそうですねまあこれ聞いてるねそしてうんとですね7番英語でされた国際特許資願のうちセガニが所定の期間内に特許庁長官に提出する日本語による翻訳文のうち特許請求の範囲の訳文については 特許協力条約19条1の規定に基づく補正をしているときは、国際手紙における補正の範囲の、えっ、ーと,えー、と、補正をしているときは、国際手紙における請求の範囲の翻訳文に変えて、補正後の正請求の範囲の訳文を訂正をしなければてもよいと言っているんだけど、やってもいいですよね、これはね、やってもいいと。まあ、これはいいんですよ。特に問題がないから。ね。そして、8番、国内書面訂正期間内に、えー、または翻訳文の特例訂正期間内に、 外国特許資格の国際世代における請求の範囲の役務を提出しなかったにもかかわらず当該外国特許出願は取り下げとみなされない場合があると,あると、うん、ただし特許184条の4第4項の規定による役務の提出は考慮しないものとすると言ってるんだけどこれは一体何ですかね野ゆの4第4項ってこれ何でしたっけ野ゆの4第4項ですよね。 正当理由これは考慮しないっていうのかなこれ何ですかね弥生の4でしょえっ、ー、とこれ正当流は考えなくてもよいってことですかねうんあ 次、9番、じゃ図面の中の説明の役分が提出されませんでした、この場合って一体どうなるんですかね。うん、取り扱うだよね。これ、取り下げにはならないのかな、図説って。うん、必須ではないから取り下げにはならない。 じゃなかったものとみなすってことにはなっていなくって、取り扱うっていうのはちょっと違うんでしょう。違いますよね。取り扱うとみなすは違っていて、どう違うの。みなしの場合は。うん、それ先生はないってことになるので、原文に。五百訂正によって、復活の性がないんだよね。取り扱うのは一応これで審査をしましょうねっていうだけなんで。残ってるんだよね。原文には。だったら、五百訂正によって、入れること可能なってことになるけど、まあ、そこまで聞いてこないね。 まあ取り扱うか見なすかっていうところなんだけどでもちょっと違うのは外書,類の,違い外書類の違いだよね外書ってどう違ったっけ図面のところって何求めるんだっけ図面の役を求めるんだよねだから図示したところとあとはあのいわゆる図ねあと,あ,のあと説明ってやつこれ両方とも役文として求めるんだよねでも PCT のこっちの国際特許図書の場合は図示されたところは求めないんですよ役文としては図説だけだよね 求めるのってそれに応じて変わるんでしょう中身としてはね図面はないものとして扱うと言ってるのが外相、で自殺はないものとして扱うのが外国特許資格と言って違うんですね、まあ、効果は同じようになってるけど多少違うんだよねだから p c t の図面って何を持って図面と言うんだっけ外国特許資格、うん、図示さてあところは訳役分出さないのでこれプラス 図説の訳文を持って図図面と言うんだよね,そこねでしょ図示されたところは役分出さないからそれは図面なんだっていうのが図示なんだよねプランス図説の役文について求めるんで図説の役分を持って足したものを図面と言うんですってことになってるからねそこ柳の,の,の4の第6項かなんかでねそこに書いてありますねそうなってるちょっと扱い違いますよね似てるからすごく似てて違うところを勉強するのね どう違っていたろうかなっていうところと、あとはなんで違うのかなっていうのもあるかもしれないけど、まあ、そこよりも、まずは。どう違、まあ、まあ、違うところをまず覚えるんだね。外周すごく似てるからね、中身的にはね。で、次だよね。うん、とですね。えっと、十番同じだよね。同じ。あと、十一番も特にないかな。うん。あと、十二番なんだけど。えっと、正答率って出したっていう場合ね。これいつ出したものだみなすんでしょうか。外周似てるよね。 祭りに出したとみなすんだよね。そうすることによって通常質感と標速を取ってるんだってことをするからね。そこね。まあこれはいいと思うんですよ。うん、あとですね、うんと十三番これ。国際質感ミで受ける請求の範囲の翻訳文を提出している場合でも、PCT 十九条制をしたときは PCT 十九調合性をしたときは PCT 十九条制後の請求の範囲の訳文を さらに提出することができるがその提出期間は国内処理基準時の属する日までに例であるということだよね。ここ、ねうん、で一回これあのいわゆるクレームについて国際社会のクレームを出したんだよね。でその後で上記調整をやってしまったんですよ。でクレームの内容変わってしまってるんでさらにその後のなく分って出すことができるんですよね。うん、出すことはできるんだけどこれどうなるんだっけまず効果。 効果この薬文出すと効果はどうなるんだっけ補正でしたっけ補正ではないそうね補正ではない一回出してるのね薬文って出してもう一回出し直すんだから補正じゃないのかなっていうと補正ではないのないねで取って変わるんだね新しい薬文がクレームと取って変わるのねでなんでそうなってんのうん うん、ていうか国内処理基準値が経過しないと確定しないんだなガチって。でいうと何だろうなあのいわゆるや国内処理基準値が経過するならば固体になるわけですよ固体固体って補充停しでできますよねだけど国内処理基準値が経過するまで薬分って差し替えができるのでその間は流動体反流動体なんでぎゅなんかぐちゃぐちゃになってるんでしょ、はい、取って変わるんだって言い方するよねそこね。 反流流動動ってます自分が言ってる言葉なんで、そこはね、そういうことでしょう。だから、取って変わるわけですよ。固まってるわけではないから。ね、で、ここは国内処理基準時に属する日までって方をするんだよね。国内処理基準時ではないんですよ。19条、34条とか、あと48条、の7ってあるよね。あそこって属する日までって方をするんですよ。違うよね、国内処理基準時と。どう違うの違うところって。国内処理基準時はこういう場合ですと。 で属性日ってこういう場合です。ちょっと違うってことあるんでしょ例えばう,ういい。それ例えば。うん。審査請求僕がやったら、その瞬間が国内処理基準 G 属性日と言ったら、今日の二十四時なんで、今だったら今何時。もう六時だから、だいたい六時間ぐらいタイムラグってあるんだよね。そこね。で、これを覚えるしかないのね。ここはね。うん。 普通は国内する基準値でいいのかもしれないけど多少タイムラグがあるんだってことになっていて19条と34条とあとは48条の7っていうところは属する日って書いてあったはずで国内式基準時ではないんですよほぼ変わらないんだけど数時間違ってくるんでしょとこね、うん、でそれまでの間になぜ約分って差し替えることができるのかなちなみにこれ経過した後と何かなるんでしょ うん、低下すると手続き確定して真に入っちゃうんでそればただと管に出すんだよってことを言ってるんでしょ多分ね、まあ、それは13番だねはいで次だねえっ、ー、と14番で外国特許出願について特許協力条約19条括弧1の規定に基づく補正があった場合当該外国特許出願の出願人が国内処理基準時の属する日までに 当該補正以降の請求の範囲の日本語による翻訳文を提出しなかったときでも当該補正がせなかったものと見なされると書いてあるんだけどえー、っとですねんこれちょっと待ってよこれ見なされないんじゃないのかな違うかな当該補正以降の請求の範囲の日本語による翻訳文を提出しなかったときは当該補正がされなかったものと見なされるんちょっとこれ分かんないなちょっとこれ 厚にしといてい、ね、いよくないので,よく、ねはい、で僕着たいのはこれではなくてうんとですねこれいいわちょっと古いので、えー、とこれじゃなくてうんとですね本当はやや7とか着たかったんだけどこれじゃなくてね、うん、で次5ね。 えと国内書面提出期間内に翻訳や要約の訳文が提出がなかった時は補正メディアされますかって聞いてるんだけどこれされちゃうんでしょされますよね外書も似てますよね外書外書の場合役分提出なかった場合については補正メディアがやってくるでしょうやってきて応答しないと出願的却下の対象になるんだよね裁量だったよねこれも似てますよね国際特許出願は却下されちゃうんだよねでも裁量だったよねできると書いてあったはずですけど似てますよね ねはい、あとはうんとですね、うん、えー、っとね16番なんですけどうん、うん、まあこれはちょっとまとめて書いちゃったというかあとで逆に逆のものをまとめて逆にしちゃったんでちょっと嫌な言い方になってるけどやの子の書面出せなかったんだよねこの場合ってどれだけになるんでしょうかというとそうではないね。これ 客観対象でしょ客観,対象、ね、客観対象で最良だったよね。うん、でちなみにねあの条約上はですよほぼ取り下げとか放棄って言い方をするよね。例えばが在外者で特価につけませんでしたって話になるとどうなるんだっけ取り下げだよね最終的には。うん、でこれよく聞くよね。客観で,ありますか、ね、でこれどう何を聞いてるの 国際特許出願で薬文、財外,外,外者のた在に社の特許出願で、えー、っと特価による国内処理基準時の属する日から一定期間経過しても出さなかった場合については、取り下げになっちゃうんでしょこれ、国内出願の場合どうでしたっけ在外社で国内出願をやって、で特価にをつけていないんですよ。この場合って一体どうなるんでしたっけ ?18 条2で却下だよね、却下。 でもこっちの場合取り下げとなってしまってなんで違うんですか、うん、そうねあの条約の場合ってほ,ほとんど取り下げとか放棄っていうことになるんですよで取り下げ放棄の場合は自分の意思でやったってことになるんですよそうなると行政処分じゃないもんだから不服ってできないのね可及的にもやらせたくないんですよ面倒くさいから、ね、でもコ内ナカンがであるならば却下といってやれるんでしょ まあそれは国内なっだから仕方がないってことはあるんでしょうね、まあ、違ってきてって話になっていてちょっと違うのねよく聞いてくるんですよねそれってどう,なんですどうですかっていうところねうんあとですねうんとあ十17番これは特に問題がないな国際性が見における願書って役分出せなくてこれ願書は願書でしょう外書もそうだもんね願書は願書ってことになってるから願書は願書となってるから変わらないね、はい、で下も同じだよね うん、あと19番これさっき見たところになるね、うん、あとは下20番これこれなんだっけ日本語でされた国際特許手段について日本語特許手段だよねこれ特色あったよねなんかねであって国内処理基準値を属する日までに日まで,です日までに日までに特許協力条約20条の規定に基づいてって書いてあるから 指定官庁が政教条件として送ってきたんだね、事務局から。これ、補正主張の中身まで送ってくるんだよね。で、この場合って補正書を出さなくったって、補正したものと見なすんだよって規定があったら覚えてますかね知ってる僕、これ、講義はやらなかった、これはね、やらなかったんだけど、講義ではやらなかったんだけど、あの普通だったらどうするんだっけ日本の特許事だったら、補正書の地を出しましょうねってなってませんでしたっけだけど 庁に対して補正書の写しを出す場合と実際上事務局から送っっっててきたものはどっちが信憑性ってかいんですか事務局でしょ事務局に対して補正ってやってるからね。補正をやったものについて本題から言うならば長官に対して補正書の写しを出すことを条件として補正って認めるんでしょ普通は。だけど国内処理基準時の経過前に事務局の方から送ってきましたって場合ね。これ20条のところでさっき送ってくることになっていたよね。 で国内主義基準値まいって話ならばまだ真理ってやっているわけではないのねであればそっちを優先適用して真理やってしまってもいいってことになったんでしょそこね、まあ、それ書いてあるかと思うんだけど、えー、っと今言ってるのはね八重の7なんだよねよく昔は出たのねそこのところの、えー、っとまず1個日本これ日本語特許出願だけだからね日本語特許出願の出願人はそのあその後の八重の8は 34条制なんだけどこれも日本語特許出願としては同じなんだよ一緒にこれ混じって書いてあるけどそこね日本語特許出願の出願人は条約19条括弧一1の規定に基づく補正をした時は国内処理基準時の属する日までにもうこれ属する日と言ってるよね19条だからね国内処理基準時ではないから属する日ね19条なんで、えー、までに同条括弧一1の規定に基づき提出された補正書の写しを長官に対して提出しなければいけませんと。 まず書いてるよねそうしたら長官って分からないからですよ、中身が。だけど、2項だよね。全項の規定によって、補正者の写しが提出されたときは、その制度の写しによって、元祖に添付した、えー、っと、元祖に添付した特許請求の範囲について、1 4条に第1項の規定による補正がされたものとみなすんだ。これはそうですよ。ただしって書いてあるね、ここ、ただし、第20条の規定に基づきと書いてあるね。 二送達,、ね、達だよね。でこの規定に基づき全項に規定する期間内にこれ国際公開さえされちゃうと送ってきますよね請求条件としてね秘密措置義務って解除になるからさそこは、ね。の規定に基づき全項に規定する期間内に全項に規定する期間内と言ってるんだから国内処理基準に属する日までに送ってきたっていう場合だね送達された時はその性処理を追って補正されたことをなすんだよね。 ということは、補正書の地位を高くったって、いいっていことがあるんでしょこれは条件、こういう場合だよね。国内処理基準に属する日よりも前に送ってきたと場合に限っては、補正書を出したものと見なすんだって書いてあるわけですよ。で、それ以降になるならば、だめだよ。だってもう始まっちゃってるから、審査って。でしょ ?22 条とか23条で始まっちゃってるもんね。これ、経過しちゃおうと。ゲームシミュで国内処理基準が経過するならば、審査やってもいいのよ。 数時間の違いだけどねやってもいいんでしょうその前に来てるんだったらまだやっていないから、まあ、これを認めてやってもよいかなってことになるんでしょ出さなくだってそういう効果ある場合がありますかって聞いてくるよねあるとここはねまずこれが1個あと聞いてくるのは何でしたっけこれと昔の問題ねたまたまねあの重機処制やったものが A から B なんですよ でこれに対して補正書を出したのが A からスモール A だったらしいんですよ、長官出したのが。どっちにアドバンテージを与えますかと聞いてくるんですよ、昔の問題って。どっちですかね、普通は。事務局から送ってくる方が信憑性、本当は高いんでしょうん。だけど、そうならない場合があるって聞いてくるのね、それなんですか。送ってきたのが国内処理基準時の属する費用を経過しちゃうならば、もうやっちゃってるんですよ、そっちに基づいて。わかる 重調整をやったのが A から B なんですよで補正書を長官出したのが、まあ、普通ないと思うんだけど A からスモレだったらしいのねずれちゃってるんですよずれちゃってるんだけど普通は信憑性が高いのは A から B の方が信憑性が高くてってなるんでしょだから相達を条件として出さなくてもいいと言ってるんだけどもう出しちゃってるわけね最初にうんでさそっちを持ってやるんだろうけど送ってきたのが国内処理基準の経過の後だったらしいになるならばもうやっちゃってるからね A からスモール B でしたっけやっちゃってるからその場合はもう関係ないってこと昔は出たのね、く試験には。2つあるの、そこって。なくてもいい場合があるかっていうところと、2つ出してしまって、そこをきたしてるわけですよ。この場合に絶対に送ってきたものにアドバンテージがあるんですかって聞いてくるんですよ。で、そうではないから、そこって。そうではないってことで、解まの、あ、問うのね。2つあるの、言い方って。どっちがしかないのたぶん、たぶん、たぶんね。 そしてこれと似たような規定があるのがヤユの八なんでしょう。八これ三十四条リビ補正だよね。これってどこに対して何回できるんだっけ。まあ実務上二回なんですけど、一般的にはね実務上ですよ。一般的にはでも何回できるんですかっけ。どこに対してやるんだっけ。予備審査官としてやるんだよね。でなぜ予備審査官なの。 秒設定19条秒は国際事務局だよねでもこれはそうじゃなくて予備審査機関に対してやるんでしょなぜそうなの国際公開されないよねそこだけではないねなぜこれしなければいけないの2秒設ってなるだけだったらいい予備審査報告書って痛い,いからってことになってるんでしょでそれを作成する機関って予備審査機関なのでだからそこに出すんだよねまずね出すと。 っていうことでしょだよ、ね、でそこの出して着手をするんだよね一役やってもらいたいわけですよやるんだったらねでえっ、ー、とじゃあこれ出願書面のどこについてできるんだっけ342秒制って名声図だねでその範囲に、まあ、回数は一応条約上何回もやってもいいとなっておりますので回数に限界がないのね19条1回だけだけどなんでこれ19条1回だけなんでしたっけ 公開が来るから、これ、なんて言うんだっけ、キーワーだったね、手続きのなんとかか、ストリームライン化ってやつね、それだと待ってるぞってやつね、ストリームライン化って言うんですよ、よく分かんないけど、言ってたわけよね、昔からね、ストリームライン化のためであると、まあ、昔書いたもんだけど、まあ、そんなことだよね、公開とか待ってるし、請求条件として、相達っていうが待ってるんで、一回しかやってはいけませんって言うんでしょ、そこはね、これ何回もやれるんだよね。で、やったらしいんですよ、やったと。 日本の世界に反映させたいんだよね国際段階でもずーっと立ってたし変わってしまったんですよ劇的に、ね、でも日本の世眼に反映させたいのですよじゃあこの場合ってどうしたらいいのかなって書いてありまして、えー、書いてあるねえーとですね「国際特許主眼の主眼には条約34条リビーの規定に基づく補正をした時は国内処理基準時の属する日まで同じに書いてあるよね日までに日本語特許主眼にかかる補正にあっては日本語特許主眼についてはね」って書いてるだけだよねここはね 外国特許出願については、訳文出してねって書いてあるけど、こっちは、ここのところは日本語特許出願だけだからね。補正書の写しを、外国特許出願にかかる不正にあっては、補正書の日本語に翻訳文を長官対して清掃しなければいけませんと書いてあるね。これはいいじゃないですか。いわゆる7の方は表題見てわかるように、日本語特許出願の特則だって書いてあるから、日本語特許出願だけだよね。だけど、いわゆる8の方は、 別に日本語特許手段で限定されていないから両方とも入ってるんでしょ入っていて入ってるんだけど出すものは違うんだよね日本許特許手段の場合は写しでいいわけね日本語でやってるからこれに対して外国の場合については写しの訳文を出すんだとちゅうことになるね国内書類基準時までねってことになりますねでそれによって審理始めるんですってことになるからねししかし例外ってあるんだよね まず2項はこれいいと思うんだけど同じように書いてあるんでそこの後のたらし書きだよね2項たらし書きただし日本語特許出願ここだよね同じこれ19条と日本語特許出願にかかる補正にあっては36条括弧 3a の規定に基づき全項に規定する期間内に補正書が特許庁に到達された時はその請書によって補正がされたものとみなすんだ同じこと書いてあるよねここねこれ日本語特許出願だけだから ここったらし書きって、外国特許者が入っていないからね、これ間違ってはいかんの、ここね、でさらに、この後でしたっけね、4個だっけ個、第2項の規定によって、外国特許者がにかる元首に添付した、明細書特許請求の範囲または図面について、17条に第1項の規定に補正がされたものと目指されたときは、その補正は、これ、外国特許手段だけだよ。 語役訂正書を出してもらうとみなすんだって書いてあるわけですよこれなんでこんなこと書いてあるの語役訂正書って出す必要性全くないんだよねここね訳文、ね、等を出すことを条件として補正とみなすんだって書いてあるよねまずでもこの補正って通帳はこうなってるんだって言うんでしょどうなってんの 分を超えてるんんだだけどゲームの範囲内な三十度2秒補正ってゲームの範囲では一応できるってことになってるんですよやってみな PCD 上はでもそれは言って約分を超えてやってる場合があるので国際段階でできても日本でできませんって話になるとまずいのでそういう効果をとってるのねわかりますだって五百訂正書であるならばゲームの範囲で補充訂正できるもんねまず。 ですよでも不正で見なすって言ってる以上は単なる不正所でやったってことになっちゃうんでしょでそうなるならば薬分の範囲を超えてるに超えちゃってるんだけどゲームの範囲って話になると新規事項を追加って話になっちゃうんでしょこれ認めたくないのねできたらがあの外服ちゃんともやってる以上は認めたいんですよであれば予約停止を出したものと見なして処理するのが妥当ってことになりませんと言ってるのね で、親庭施設を出す必要性は全くないんですよ。出さなくったって効果はそうなると言ってるだけだからね。効果はそうなると言ってるだけです。これ昔出たことがあるの多分出てると思うよ。昔の問題、平成7年とかその辺の問題ね。昔あったのね。これね。えー、っとですね、どっかあると思うんだよね。えー、っと、あえー、っとですね、あこれ、平成8年の49ですね。 訂正書を出す必要性はありません」ってこれこれですねこれね平成8年度49の5番ってやつない効果はそうなると言ってるだけですね効果はね効果はそうなると言ってるだけなのでこれ昔はよく出たもんだけどちゃんと理解したねで次国内公表なんでしょ国内公表されます、ね、国内公表はどんな質がについてあるんでしたっけ 外国国特許だけ国内公表ってありますよね日本語特許出願は国内公表ないんでしたっけないね。まあ国際公開によって新規発明公開の代償って果たせるからだよね。でも外国特許出願の場合はその言語で公開されてしまうってことはあるんでしょ。ね、江戸フロンシアラポルカンですよね。その言語であるならばその言語のまま国際公開しってなっちゃうもんね。で新規発明公開の代償にならないわけですよ。そうなると。 だから国内公表しましょうねってなっていて、前回これやったよね、時期は一体いつが原則ですか国内書面提出期間だよね、優先日から30か月で、なぜそうなってんのかけと、条文の規定をかけと言ったらどう答えるんですか ?PCT22 条だよね、30か月を経過するまでは処理ができませんっていうことだよね、他には。 条条じゃないねねの2だよ、ね、国際公開されるまでは秘密法人も売っていますって話になってるわけねあの指定官庁はねでそうなるならば有罪判から30か月を経過してるんだら22条と30条2ってクリアになってるんでできるんでしょでも例外があってって聞いてくるんだよね例外は まずは特例機関、ね、あるいはあのー、大国特許志願だけど国際公開されない国内公表ないって場合がありますかって聞いたらどうなりますありますんどんな候補特許経済候補ねめちゃくちゃ早く登録になったって話になればこれ関係ないもんね。 特許掲載ってて何語語ですか日本語ねね出さなくてもよいの,、ね、その場合国際公開されないってことあるのね。国内公表、ね、されないってことあるのね。あるんだけどそれ例外だよね。あとは特例機関だよね。特例機関の場合。特例機関の場合については処理期間って伸びちゃうもんね。22条の括弧3で伸びますからね。そこって。処理期間経過しないと処理ができませんので国際公開等されていたとおっしたってダメだよね。できませんって話になるからね。うん でもっと早い時期ってあるんですかと聞いてくるんでしょう。どんな時期やるのうん出願審査請求をやったっていう場合ねで。審査請求をやればすぐに国際公開されてくるの国内公開されてくるのと国際公開されてればっていう条件になるよね。この場合についてはすべてクリアになるんでやってもよいってことになるんでしょう。ですね。まあ、そんなことをずーっと書いてありますよね、中身としてはね。 まあそれがちゃんと分かってるかっていうところがまず今日の願目ですね一つでこのあとは次回ってことになると思うんだけどまずここですね単元としてであとはほら補正っていつからできますかってあったりするじゃない、まあ、これ言える式日本語特許制限の場合はこれですと国内書面定数プラス手数料があれば2つやってみるね 22条に書いてあるもんね、薬文はこれ要求されないからね。で、次、外国語特許資段の場合は、約分は必要だよね。22条に書いてあるもんね、と、国内,処理国内処理基準時の経過ですね。がないと補正ってできないのね。式の督促だね。あとは変わんないのね。全然変わんないとなっております。とこねまあ、そんなことがあって、あと範囲はといったら外出と変わんないもんね。あとは日本資段と変わんないから、 どうな俺こ,、ね、こ,こ,これ難しいって言ってよくわからないですね簡単だと思うんだけどめちゃくちゃただこれ論文になった時に書けるかってことよねあの流れ含めてあと何だっけその期間を含めて重役者の関係で書けるかっていうところだよねであの11年の問題ってあるじゃないですかあって論文ですよね これだよね。えっと何聞いてるんですかね。お、これどこが問題文なの <laughs>？そこからありますよね。消文になっちゃってるんだけど、どこがこれ問題文なの？えっと一番ね、長いじゃんすごく。 まあ短いか最近の試験ねゆっくりやっても解けるよねこの程度だったらねだけどどこはこれ問題文なんですかねんここかこうんここうんここうは距離さてをく審判の正規と同時に特許正規内容をどのように補正することができとか 適当と考える補正広度特許請求の範囲の記載を示すとともにと言ってるんだからこれ書くんでしょで審判請求と同時の補正と言ってるんだよねここだよねこうしてね引いてるのここでしょこれで審判請求と同時にクレームを補正するって話になると要件いくつだったっけそこでわかるよねどういう要件 新規事項の追加いけませんシフトを押せばいけません限定的な言動、原式等じゃなければいけません独立時計を生み出していなければいけませんといってこれ多分聞いてるだけなんでしょう、中身としては。これが問題だよね。ここま見つけることですよ、早く。パッと。で、上がっていけばいいんでしょ。どうだこうだっていうところはね、上がっていって解くってことになるんだけど、ちょっと待ってね、あれ、どけたったっけ。さっき問題を 上がって解いていくんでですすけどあこ,れかでこれはですね上がって解いていいくんだけど、まずこうだよね。でえー、と審判制御と同時にと言ってるんだよね。補正したいんだよね。これ上がっていくんだよね。上がっていって、この事案であるならばどうなるのかな。ここ 特許しては X の審査ってまず書いてあるから X ですかね。で第1ここですよ。審判請求と同時の請求は一応有効になるかってことを聞いてるので、まあ、これもう出てくる条文は17条の2の3個を4個を5個を多分6個あたりもうこれ検討してあげればいいんだってことがまあまあ明確になるよね。そうなると現状のクレームはどうなっていて 分母どうなっていてって分かれば多分解けちゃうよねここね解けちゃうよねでどう書いてあるんだろうねそこだけ見ればいいんでしょ多分見るんだったらで一応質顔 X なんでしょ X 質顔 X はどう書いてあるかというとどっかに多分あるよねあここだここに書いてあるね X ってこれ多分書いてあるんですよこのここから上がっていくと中身が中身もちそうやって解くからね こここでしょこれが一段落この上の段落で解けるはずなんですよ全部下は読むんじゃいけないのでこの場合ってでここがここでここですよねでここに「X」っていう質眼が書いてあるんでここから上がっていくんですよ下から訴求するんですよって読んでいくんね「X」は一体どう書いてあるかってことを見るんでしょ「X、ね」の絵えっ、ー、と書いてあるかな「X」「X」の内容と書いてあってずっと <laughs> ここまで同じようにいくんですね もくね、でえー、っと明細書に形状 A これ明細書で形状 B が記載され発明 A の具体的対応として形状、えー、A1 形状 A2 で明細書に書いてあるんでしょ。A があって B があってであのこれが適当だっていうのは A1 とか A2 って書いてあるんでしょ。 まずそう書いたのはね、分母ね。分母はえっとおそらくこれちょっと見えないけどあここか分母がえっと A と B が書いてあってで A の具体的な対応が A1 と BA2 って書いてあってまあ B は B なんでしょうねこうなっていてこれは分母なんでしょうでクレームは一体どうなってるのかなって見るんでしょうクレームクレームねで クレームはどこに書いてあるかというとクレームがあこれはカッコ1に書いてあったねおそらくこの中のどれかしか上げることはもちろんできませんのでクレームどうなっているかって見るわけですよずっとねこれ明細書でしょ書いてあるのってでクレームはっていうと1番に書いてあるね特許請求の範囲は A なんですね A って書いてあるのでこう上がってるんでしょこれを補充訂正したいんだね動かしたいんですよ どうするかって聞いてるんでしょう下から上げていくしかないわね、これ。上げていくと。だから、A1、A2 にするか、B にしちゃうかってことをやるんでしょう、多分。おそらくね。有効になるんだってことを聞いてるんでしょうおそらくね。で、こういう状況になっていて、えっ、ー、と、これ来てるんでしょうで、よく見てみると、これ、29条2項だって書いてあるから、みんな来てみて、けど、これ、29条2項だよね。一応、進配性がないわけですよ。で、上げんのは、この、どれかですからね。 下かから上げていかないななとこれは全然ダメったらしいになるんで有効になるのはどうするんですかと言ってるんだからあとは A1A2 は多分これ具体例なんで上げてしまっても新規事項の追加ではない CB もそうねあとは具体的対応なんで多分限定的な減衝等なんでしょおそらくうんであとは単位性等があるならばってことだけど多分あるんだろうね A1A2 と言ってるんだから。 B になると多分違ってくるのかなっていう感じがするんだけど、どこに変えてあるかって見るわけですよ。これ。間違いなく。で、それでいいんでしょ。おそらく。おそらく B はだめなんですよ。上げてしまうと。おそらくね、A1 とか A2 は多分妥当なんでしょ。一応、新規事項の追加ではないし、あとはシフト性はどうなってますかってこれ見るんだよね。シフト性。体制は一体どうなってますかと一生懸命見るわけですよ。体制ってことは見るのね。どこにあるかと。で、あるわけですよこ。ここ。ここ。 単一性と、ある程度これ総掃平し読まないと絶対時間かかるんで、書いてある、あ単一性って書いてある、ここですよね。あ書いてあったと、単一性って。発明 A、発明 A 番、発明 A2 は A 番 A2 だね。これ同じよね。単一の条件を満たす一群の発明に該当するが、A と B は該当しませんと言ってるんだから、B 上げちゃうともだめなんだよね。 A1、うん、A2 は単位性長あるんでしょって書いてあるね。これいけそうな感じがするんだけどこれ多分聞いてるんだろうなおそらくね。うん、でこれ聞いてるよね。えー、っとさらにこれヒントを書いてあってここのところの上だよね。タイヤの傾状について A1 または B とすれば係数量が解消できますと書いたのね。これにしたいんでしょ ?A1 か B。 じゃあ A1 だったらどうなのでしょうか ?B はもうだめですね。やってしまったらシフト制限になりますので、できないってことになるね。できない。でも A1 だったら、これ、実施対応なんで、できそうだね。対戦もあるしってことになるんで、あとは限定で買ってみればいいんでしょ該当してるんなら OK 垂らしになって、多分これ OK になるはずなのね。おそらく分けてるんだから、間違いないということになりそうなんだけど、まあ、これあと見るわけですよ。で、これ何秒かって読むかっていうところですよ。これ。これなって。 これはね2、3分です。読むんだったら。読んでください、2、3分で。読めるはず。まず、この問題文、これ見るんです、ここ。これが問題。ここだけ、まず見るんです。であと、上下見て、この、こうはとか、X はっていうところを見て、どういう対応になってるかって見るわけ。まあ、これ代だね。ヒュレサタイフ・審判の請求と同時に、クレームの補正をやりたいんだつっ,ってるね。どのように補正するのかと言ってるんだから、多分示唆されてるんだよね。 で、あとは明細書とクレーム何書いてあるかって見てやればいいんでしょまあこれ難しくないね。なの五5、6分もかかんないですよ。2、3分ですよ。ここまで。とかなかったらいけない。これはね。で、次だよね。カッコ2なんだけど、これはどこがこれ問題というか題なんですか ?2 番。問題文。うん。えー、っと、一番最後に書いてあるね、2番だからそこでうぬ、ん、んで。どこだよね。ここね。オツの判断が正しいか否かだよね。これが問題なんですよ。オツの判断が正しいか否かと。 でオツの判断ってどこに書いてあるかっていうとここに書いてあるみたいだね「オツ」すぐ直近ここですね飛びますよねここにあるんでしょう「オツ」の判断「オツ」の判断新しいかこれが問題ですよ問題でオツの判断なんだけどオツこう書いてあるね「オツ」に相談したところ特許すべき旨の査定特許すべき旨の査定査定当との相達後でやっても分割ができるのでお分割ですか 登録査定になった後も分割は一応できたはずだよね。これ何日間できたっけ？30日で延長だったね。40日は追加があります。っていうのは担当だったよね。一応できるんだけど、でもできないっ,った場合もあったよね。どんな場合はできなかったっけ？前知とか差し戻し、審決の場合の登録査定は分割やってはいけないってことになっていて、これ木どっちを聞いてるかなって見るわけですね。多分これね。 で分割やりたいんだよね特許査定の当本の相達がやってきました分割ができるんで特許数が X に基づいて傾聴 B を有するこれ補正できないから B って分割やりたいんでしょこの方ね補正やってしまうとシフト制覇になるんで補正が多分できないんだなカッコに書いてあるようにでも分割であるならばいけるんでしょやりたいと偽しの問題ですねこれやりたいとで これって正しいんですかって聞いてるんだけど、これさ、うんと連問ですかね。一番二番って流れてますよね。別に別問とするって一言も書いていないから連問なんでしょうね。通常であれば別問とするって書いてあるも最近のもこれないよね。で、一番二番って連続問題なんでしょう。一番では補正ができない、B を上げる補正はできないんだ。じゃあどうなるんですか。分割をするんだ。でも査定的ちゃったよね。決査定って。 定になってしまって、いや登録査定な、審判請求して登録査定になったんだって、この場合って分割やってもよいんでしょうかというと、できないんでしょ。で、それを理由書くんだよね。それを書いてるだけなんで、これも数分ですね、回答って。難しくはない。こんな簡単な問題なんだね、試験って。で、結論さえ当たってれば試験は受かりますから、今の試験って。50はいきますよ。間違いなく。50から上。で、 素点私って50から選んで素点で素点ですであれば多分偏差地点だったらもっといきますよ間違いなくいきますよ受かりますよ試験ってこの程度のレベル簡単でしょ担当さえできればねで担当ができないとこれは多分失敗するんですよ間違えるで次2番はこれ別問題なんでしょ別問別問でこれ何かな発明これはどこが問題ですか 国際出願 B に基づいててどのような手段を取り得るかと言ってますねこれが問題なんでしょうね。国際出願 B に基づいてどのような手段を取りうるか特許協力条約の規定に言及しつつ簡潔に書いてくれませんかと書いてあるので簡潔に書けばいいんでしょ、これで。国際出願 B ってどんな出願なんですかね。国際出願国際出願ですかね。 うん、で国際図ンと書いてあるんだからこれはあの上がっていくんですね国際図鑑ンてどこに書いてあるかというとこれが B なんでしょ BBB って上がっていきますねここですよねこれこれですよね上がっていきますよねで内容を特定するわけですね B とは一体何かって上がっていってこれ見るんでしょうんえー、っと まずここその後、権利化を日本国及び帝国で約束のみで行うことを、えー、と行うこととし国際世間 B に,基づいについて予備審査請求を行,うことにし行,う行わないことにしましたと予備審査ってやらないんだよね。これはあまりよくわからないけどその前だよね。ここ。国際世間 B を日本語で行いましたと言ってるんだよね。日本語。ここね。で、ここから上がっていくんだよ。ずーっと上がっていって。えー、っと すべての定約国の指定国として特許地が A を基礎として優先権の主張を伴う国際手腕 B を日本語で行って特許協力条約の規定に基づく国際手腕を認め,られた、えー、認められましたと書いてるもんね。でこれどうすれば利、えー、になれるんでしょうかと聞いていますね。どうすすれればいいんですかねこれ 権利を取りたいんですねでそれもえ、えー、っと X 国において権利を取りたいんでしょう。X 国と書いてあるもんね。権利を取りたいんだと言ってますからどうすればいいんですかね。ん移行手続きをしなかったらまずいけないよね。移行手続きって PCT 何条でしたっけ ?22 条だよね。 でこれ外国特許出願であれば、薬文等を出すということになるよね。あとは料金だよね。で移行手続きをしますと。PCT はそこを書けばいいんだよね。やゆ関係を書く必要性ないので、ここ。そして、実体シーズンを始める前提として何をすればいいのかなと書くよね。まあ、審査請求をするという国であれば、それを条件としてやれば、実態審査に継続しということになるんでしょ。多分それを聞いてるだけでしょう。おそらくね。難しくはないねここね。 うん、これが1でしょう1、ね、発明医、e、の権利化を外国では X 国のみにおいて進めるためと言ってるんだからこれは条約の話ですよね。X 国だけだから条約の問題やる関係の問題ではないから絶対これ間違っちゃいけないですよ。ここね、で次が2なんでしょう 国際出願 B について日本軍指定を取り下げない場合日本入ってるんだよねこれ見ると全指定なんだろうな出願 A がどのように取り扱われるか出願 A って何ってやつね出願 A って何多分国内出願なんでしょ多分おそらく自己指定になってしまってということを書くのかねで A っていうところについてどこに行くかというとまた戻るんだ上がるんだよね AA えっとここがこうなって 「日本の指定を取り下げません」と言ってるんだから日本の指定が後の質願 B に入っていてかつ A は一体どんな質願ですかってことを聞いてるんだよね AA はここにあるよね A 日本国籍を有し日本国内に居住する公は日本国において発明について質願 A を 外国書面図鑑ではないの続きを行ったと言ってるんだから日本において発明日でいて A を行ったと外出ではないらしいんだよねうまあ通常の図鑑なんでしょうねやっただったら対国内優先権で自己指定だってことになるんでしょさっきの図鑑は1年4月経過した段階においてなくなってしまうんだって書いて終わりですね書い回答ですこれがねで書くだけなんで難しいですか多分書けると思いますよこの程度だったら で答えさえ合うならばさっきみたいに50点いくので受かりますよ。こんなレベルでしょ特許って大体。で難しかったらみんな書けないんでいいんですよ。この程度は絶対押さえなかったらダメね。でいけばこの問題だったら回答であれば15分で出してください。15分です。出して書くんです。一気に。であとはこうよく見てってことになるけど大体あの何時当たりはつきますよね。 当たりつけないで読む人ってこれは時間かかるんですよ。すごく。絶対やってはだめ。本試験では。で、今やるべきは多分これですよ。これをやるんですよ。本試験まで。特に、老を受ける方。徹底してやるんですよ。で、いかに早く読むかって訓練をやるのね。じゃないとこれはうまくいかないですよ。だってやっぱ本番ってビビるもんね。絶対緊張しますよ。で、早く読む訓練をやるのです。今は。絶対に。で、全部これ担当でしょ、こんなもん。 解けますよね。今やったことでね。大体は。この程度、読むって。難しくはない。で、これ、衣装とかになると難しいね。もっとね、抽象的だからですよ。僕は。衣装は。何聞いてんのかなって考えるんですよ。衣装これ考えなくていいんだもん。全部誘導だもん。これ簡単ですよ。やるじゃあれ慣れが問題だっていうだけですよ、ね。それを繰り返して絶対やるわけです。だから僕だったら同じように多分繰り返してやりますね。これをね。皆さんもそうやってください。そうすれば、多分試験は受かるでしょう。 は早いいいけどじゃあ終わっていいかな <laughs>、ね、次回どうしようかな、えー、と続きをやるけどうんと長いのやります論文の本試験ってもうちょっと難しいのがいいですかこれ簡単だ簡単だねそれまで解いたら難しいのかもしれないけど、うんまあ、何年でもいいんだけどね、えー、とちょっと考えてもらったら考えますよ <laughs> どれやろうかなと、まあ、これ一応終わり、ね、平成元年はこんな問題でしたお問いとしてはね。 では次回続きをやっていきましょうかじゃあ終わりたいと思いますお疲れ様でした